サイサイチャンネル。福さんどうですか、白菜は。君の目にはどういくの。もう結構かなり結球してるんじゃないですか。こっちを見ろ。これとかすごく。カメラの前の君の目にはどう映る。この白菜が。うん、ものすごく成長してますよ。初期段階より。で、かなり結球してるし。画面の前の君たちにはこの白菜がどう映る。めっちゃいい白菜じゃないですか。ほら、初出荷お前に出荷するよ。いいですか。お前への出荷が初出荷だ。白菜の俺の最高の。あ、ありがとうございます。めっちゃ重量ある。重量あってめっちゃ詰まってんじゃん。最高じゃないですか。お前が最初の俺の白菜のお客さんだ。ありがとうございます。この辺りかな。はい、この辺りが。で、300やって、はい、多分カメラの画面の向こうの皆さんにはなんだ、3分の1ぐらいしか成功してない。いや、もっとそれより低いかもしれない。そういう風に映ってしまうのはしょうがない。だけど僕の目には成功が、大成功なんだよ。で、ちょうど半年前にここでね、ここでなるべくいろんな人の食卓に安い白菜を届けたいって言いました。あれからすごい苦労しました、半年前、化成肥料を使わずに、農薬使わずに。で、過去3度白菜を失敗してました。もう強がりながらできないんじゃないか。 YouTube 見たってプロ級の自然農の人が白菜を失敗してるじゃないか。全部結球してないじゃないか。自然農 YouTuber トップの人たちも。でも、全力でやろう。言っちまったからやろう。一回も成功してなかったけど、成功しなきゃいけないんだ。成功するって言ったんだ。で、ずーっと半年間、走ってきました。その結果がこれなんですよ。もしかしたら3分の1ぐらいしか結球してなくて、3分の1ぐらいしか結球してなくても、俺は人生で初めて自然農で、これなんかすごいぜ。こいつがまあ一番手前だったから一番気持ちを伝えられたかな。一番手前のね、ここがみんな生徒だとするね、一学年の一番前の席の子だったから、一番様子を見て一番情熱が届いたのかな。結構うちの学級は特殊な学級で、農薬も化成肥料も使わなかった。で、トーラス構造っていう特殊な方法でやったけどね。
俺はこのように自然農の方法で種から白菜をここに現実化させたんだって。俺にとってはその数じゃない。そう、自分が今までできなかったことを無理なんじゃねえかって思ったことをやりきれたんだよ。当初のね、目的は皆さんに配る、安く売るって言ったんだけど、その裏ですっごいビキビキしてました。動画再生の伸ばすためにとか、自分に気合い入れるためにとか、実力つけるためにとか、自然の知ってもらうためにのっていういろんな感情が不安が心の中にありながら全力でやりましたね。その結果だけど全部がうまくいってない。だけど失敗と成功がまだらにある状態なんだけど、成功っていう形がここに思いが通じてここに存在するんですよ。そう、これが自然農で、そうやりました。いろんなメンバーさんから、アドバイスもらったり、でんでんさんと、一緒に協力しながらやったり、まあ仲間の力もね助けられたりしました。で、いろんな YouTube 見て勉強しました。で、うん、そう。そしてこれが何を意味するかっていうと、自然農で白菜っていうのはすんげー難しいんですよ。で、2023年度は自然農でずーっと苦手だったナスをやりました。そしてもう見向きもしたくないぐらいな苦手な白菜を作り出した。これが大事だと思うんですよね。うん、そう、自分の手で、失敗を恐れずにやってみる。そして結局多分そんなたくさんの人に配ることはできないけど、自分の心に一番大切なご褒美が今この瞬間来てる。そう、だからなんていうのかな、自然のに限らずに、そう挑戦することっていうのは多分このね、多分白菜の関連の動画が5、6巻のかな。そう、ちょっとでも伝わったらいいなと思います、ね、では、いきなり変なテンションの白菜の、最終レポートでした。ご視聴ありがとうございます。